ベックサダオのそなたなんですけれども、ベックサダオ、ベック先生ですね。僕にとっては、ベック先生という方です。東邦学園時代に、音響学の講座を教えていらっしゃいまして、そこで結構僕はまあ面白いかなと思って最初その講座に出たんですけれども、要するに何をやってたかというと、まず半音をまあもっと分解して、それが周波数でどのぐらいに当たるかということを計算して、そこからもう一つの要素としては平均率、ソクラテス音階、純正調というものに対しての倍音列がどうなっているか、そして倍音列の周波数の関係がどうなっているかということを一生懸命教えてくれたんですけども、結構皆さんちんぷんかんぷん状態で聞いてました。ただ、僕にとってはそのベック先生がそういうことをやってたということで、演奏、実際の演奏するときにその倍音列をどう扱うのか、平均率と純正調をどううまくやるのかっていうのが、まあ、論理的に非常によく分かりやすく教えてくれたというのがありまして、今でもずっと役に立つ知識として頭の中に入ってます。で、先にそのベック先生のその講座があって、そこからその何かフルートの曲書いてないのかなっていうことになって、見つけたのがこのソナタなんですけれども、実はもう大学時代に楽譜は持ってたんですけども、なかなか演奏する機会がなくという曲なんです。曲はちょうど、先生が、フランスに留学してた時にコンセルバタールのおそらく、試験の時に提出したような曲なんではないかと思います。その当時先生が指示されてた先生っていうのがオリビエ・メシアンとかダリウス・ミヨとか、あともう一人ジャン・リビエという作曲家にも、指示していました。でその3人とも、まあ、フルートの作品を書いているので、まあ、そこら辺もひっくるめてでそのフルートの作品という形になっているのかなとは思います。Thank you.